どうも無職のアナです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。オークスの参考レース見に行きたいと思います。ということで1本目オーカーション見ていきます。ゲット入り完了、スタートしました。若干13番クーダは後方になっています。まずは出ていったのは6番モズ命名、体半分リード。これを例年ね、オカショウ組が上がって3番手は1番ブトンドール、最重量なのも12番シングザットソング、18番当選ローリエ、先頭2馬身のリード、2番手は9番コナコースト、3番手は18番当選ローリエ。このペースでもうまとめていく、相当するじゃないですか。4番手の外目には14番ペリファーニア、第4コーナーを回って直線に向いています。まあね、さあこのリバティアイランドはまだ後方 2,3 投目、直線の攻防、ね、先頭粘るモズメーメ、コナコースト、ね、リード、ここ並んでいくコナコースト、前2頭並んでいった3番先頭になるかな、なくなるんですけど、ペリファーニ ア、 ペリファーニア、そしてじわじわと上がっていった3番リバティアイランド、前をまとめて飲み込むか、ね、先頭14番ペリファーニア、内は粘っているコナコースト、ここ外から3番リバティアイランド、この3頭の争いとなった、ペリファーニア先頭、リバティアイランドまとめて捉える、かわし去った、先頭3番のリバティアイランド、ゴール。2着は9番コナコースト、はあ、ということで桜花賞見てまいりました。桜花賞のトピックはこちら、まあ、こんな感じなので見ていきましょうか。1番目、前走成績こちらですね、こんな感じです。まあもうほぼほぼここから馬券になるっていう、それがオークスなんじゃないかなと思っております。ということで、まあこの馬ね、触らないといけないと思います。2番、有力馬こちらです、リバディアランド来ましたまあね、こんな感じで、もう2歳女王から、まあ、桜花賞も取って、でまあ今年ね、初戦が桜花賞なので、まあ、ほぼほぼオークスも圧倒的な一番人気になるんじゃないかなと思っております。まあ、上がり 32.2、ね、32.9 は、まあ、ハープスターと一緒ということで、まさかね、この川田ジョッキーがこの、ね、ハープスターとリバティアランドを乗るということなんですけど、そのハープスターがね、本番のオークスでは楽鉄で2着ということなので、まあリバティアイランドも、まあね、こういう極端な位置からの競馬になるので、まあ、もし負けるんであれば、まあ、差し届かずの 2着はあるんじゃないかなっていうのは思っております。ということで3番目、買い情報ですね。買い情報やっぱもう皆さんご存知だと思いますけど、買い情報こちら、やっぱりね、外国人ジョッキーすごいです、来ますよ主体で。まあね、過去5年で4勝ですか、まあ、去年も、ソウル、去年もあれですね、ソウルスター、すいません、去年もルメルジョッキーが勝ちましたそうですね、なので、まあ、2着もね、ダミアン・レーン騎手で、まあ、あれだったんで、まあ、人気馬含めてワンツーだったということなんですけど、まあ、今年はね、外国人ジョッキー騎乗予定がこちら、まあ、コナコースト、ハーパー、エミュー、まあ、どれかしらこの中で馬券になるんじゃないかなというのがこの会情報ですね。続いて4番目、無職が注目したアナウバー、まあ、ちょっとざっくり3頭いきたいと思います。1頭目ハーパー来ました、ルメルジョッキーです。まあ、5番人気想定なんですけど、まあ、外国人ジョッキーこんだけ絡んでるんで、もしかしたらちょっと人気になっちゃうかもしれないですけど、まあ、クイーンステークス勝った時はね、勝ってそのままオーカーショーで4着ということだったんですけど、まあ、僕前の動画でも言ってたと思うんですけど、やっぱりこのまま東京で買いたい馬なのはもう間違いない。まあしかも4着ってめっちゃいいところで、まあね、ちょっとね、まあ、ポイントはね、もうこちらですね、友道厩舎、東京2400庭なので、もうね、まあこれはもうね、ここ桜花賞で馬券にならなかったということは、もうここ本番で巻き返すっていうのは、もう俺はもう大いに期待したいと、それがハーパーでなると思います。まあ安城もね、ルメルジョッキーなので、この辺りはもうね、本当、まあ、勝つんじゃないかなと僕は思ってます。2投目、こちらが12番人気想定の新緑化、まあ、前走、阪神ジブラインフィルから直行ということで、まあ、リバティアイランドと同じローテーションだったんですけど、まあね、前走ね、桜花賞はまあ直行だったんですけど、まだ、ね、この新馬戦勝っての、3戦目で、まあまああれですよね、上がり最速で上がり 3位で6着ということだったので、まああのね、このまま東京も勝ってますし、まあ、里のダイヤモンド3区距離伸びた方がいいと思うので、このまあ新馬戦も勝ってますしね、これは桜花賞6着ですけど、東京変わったら一変するんじゃないのは、やっぱこういう馬だと思うので、まあ、新緑化もやっぱり注目しないといけない一頭かなと思っております。3頭目、こちらドゥアイズ、こちらも
前走は阪神ジュブナイルフィリーズが騎乗すんのかなと思ったんですけど、まあ、切れ負けしたということで、まあ、それでもね5着能力高いと思いますし、まあ、人気がこれは落ちるんであればまあまあ面白い一頭じゃないかなと思ってます。まあ桜花賞は、まあ、内枠で、まあ、迷惑かけたんですけど、まあ、外側枠だったら阪神ジュブナイルフィリーズはやっぱねいいかなと思うのでまあこの辺りはこのままいいかなと思っております。まあ、データ的にもね、桜花賞の、人気背負ってる馬はオークスでも巻き替えるのでこの辺りポイントなんじゃないかなと僕は思ってます。ということで、以上が桜花賞の、トピックとなります。続いて2本目、フローラステークスを見ていきたいと思います。こちらスタートしました。来ましたね、内から1番ブライスジュエリー、いいスタートを切っています。まず2コーナーに向かって、まあ、結局逃げたゴールデンハインドが逃げ切り勝ち収めリード1馬身2番手2頭、まあ、この馬がオックス本番でも逃げるんじゃないでしょうか。内4番クイーンオブソウル、徐々に3頭が広がりつつあります。4コーナーカーブ、4番手集団も固まりました。フローラセックスも1頭どっちか来るか来ないかなので、まあこの辺りは4コーナーをカーブして直線、まあ、7番ゴールデンハインド先頭、残り400リード1馬身、すぐ後ろ内を狙うか2番のソーダズリング、外から上がってくるクイーンオブソウル、内で間から1番ブライトジュエリーが追ってくる、外から君の名はマリア、中段から11番のドゥムーランを追って坂を登ってくる、大外からはイングランドアイズの追い込み、200を切りました。先頭は逃げ粘る7番のゴールデンハインド、これを追い詰めに行く2番のソーダズリング、3番手から1番ブライトジュエリー追っているが7番のゴールデンハインド止まらない、ゴールデンハインドだ、ゴールイン、2着は2番ソーダズリング。ということで、フローラステークス見てまいりました。フローラステークスのトピックこちら、前走成績はこちらです。まあこんな感じなので2002年前ですね、2021年の、このレース3着だったユーバーレイベンが、オークスで勝利を挙げております。まあ、その時鞍上はミルコデムロジョッキーで、まあまあ結構荒れたレースですよね、この馬、この時のオークスは。まあ、なので、続いて、注目の穴馬、まあ、どっちかだと思ったんですけど僕はこっちの馬を行きたいと思います。ソーダズリング来ました。まあね、このレース、まあ、先行して、まあ、直線では前捕まえれず2着だったんですけど、まあ、まだキャリアもね浅い3戦目でっていうことで、まあ、この時戸崎ジョッキーが、まあ、乗り換わりでやったんですけど、まあでもね2着権利は取ったということで最低限の仕事を使ってますんで、今回はまあ鞍上武豊ジョッキーに上ります戻りますしね、まあ、リバティアイランドが後ろから来るっていうんであればやっぱり先行して前残り捉えるのはやっぱこういうタイプの馬なので、まあ、ゴールデンハインド多分前走命中だったと思うので、まあ、そこも踏まえて買いポイントといいますかね、その買いたい要素が多いのはこっちの争奪リングかなと僕は思っております。ということで、オークス、参考レース見てまいりました。過去レース、過去成績、過去5年の成績こちら、まあ、こんな感じで、まあ、やっぱ外国人ジョッキーなんすよ本当に。まあで、まあ、勝ったデアリングタクトの時はまあまあ桜花賞も勝ってるということなので、松山ジョッキーが勝った、まあ、今回も、まあ、川田ジョッキーが、ね、2冠馬を狙うというタイプなんで、ここはどうなのかなと思っております。それ以外のレースのまとめはこちらですね。川田ジョッキー、ハープスターのリベンジになるか、まあね、ここ勝ってハープスターのイメージ払拭していただきたいですね。で 2番目は今年はもう外国人ジョッキーで負けになるのか、まあね、今年も多分ほぼほぼなると思うんで、なら単勝が美味しすぎるんじゃないかな、そうも思ってます。注目穴馬、まあ、東京で大金星をする穴馬、そうですね、まあ、新緑化とかドゥアイズあたりが、ね、連帯とかしたらもうやばいことになると思うんで、もう特大万馬券になると思うんで、ちょっとそこも楽しみかなと思ってます。フロアステックス、まあ、ソーダズリング、まあ、イタカマジックになるかなということで、まあ、そんな感じがオークスのあれになっております。ということで以上オークスのレース見てまいりました。ダービーの参考動画だったり安田記念の参考動画も上げていくので、ぜひこれからも、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、面白くないでした。さよなら。チャンネル登録高評価もろもろやってる